マサチャンネル始まりました、今日はですね、ライジン42有明アリーナでですね、5月6日に行われるブワッカオバンチャンメイク VS アンポルキアのですね、試合展開というか決まったね、この試合ね、うん、ついにブワッカオがね、アンポとやるね決まりましたね。旧 K1 チャンピオン VS 新生 K1 チャンピオンのね、面白い戦いだね、これね。元ね、アンポはね、K1 スーパーライト級チャンピオンだもんね、うん、ブワッカオはね、2004年、2006年のね、キャマックス世界チャンピオンとしてね、どんな試合だろうね。年齢がブワッカオが40だっけ、40歳、アンポが27歳ね。まあやっぱこう、三浦航太くんのとか佐藤くんとの歴史見てると、どうなんだろうね。まあこう、スピードはちょっと昔と比べて落ちてるなっていう感じはしたけど、体見てもさ、まだバリバリな体してるよね。ブワッカオの一番ストロングポイントっていうのは、俺はね、前に出る圧力だと思ってんだよね。2004年と2007年に試合してて、2007年にやった時はね、とにかくね、前に出てくるんで、こう下がっていくとまたこうブワッカオのペースになっちゃうと思って、なるべく下がんないようにっていう練習をしてたんだけど、何年か前にさ、俺アメバの企画でタイにブワッカオと会いに行って、軽いマスみたいなのやったんだよ。その時に思ったのが、なんでそんな前出てくるのみたいなどん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 攻撃がきついというより、前に出てくるからとにかく疲れるっていう感じしたんだよね。だからブワッカオの一番の、まあ、さっきも言ったけどストロングポイントは前に出る圧力なんで、前に出る圧力対アンポのね、スピード、どっちが強いかなっていうね。まあ、アンポもね、まあ一番最後にやった試合が去年のね、6月19日のザマッチでね、ライズの山田選手、聖堂会館の選手がとやってね、3ラウンド判定勝ちっていうのが一番最後の、まあ、公式戦ではあるけどね。ブレイキングダウンではね、2月にね、アビリーとやってね、3ラウンド KO 勝ちしてるけど、まあ、これは正直、あんまり当てにならないね、ブレイキングダウンのあれば。直前になんか試合決まっていきなり出たみたいな、そんな感じだったもんね。これね、どっちのコンディションがいいんだろうね。ブワカワ選手、なんと言ってもやっぱりね、まあ、40歳ですが、うん、もう275戦とか、そういう、まあキャリアがね、キャリアがあれだし、まあ練習というか、なんかこういろんな選手の面倒を見ながら自分も体を動かしてるっていう感じでさ、だってあれスーパーボーンとも仲良しじゃん。あれもともとブワッカオと同じジムにスーパーボーンがいたんだよね。今はちょっと違うジムに行ってるのかもしれないけど、そうなんですね。今ブワッカオのインスタとか見ててもさ、あのスーパーボーンとスパーリングとかやってるの出てくるよ。まあ、あの軽いマスみたいな感じのスパーだけどね。だからそんなにね、その格闘技から離れてるってわけじゃないから、俺みたいにさ、もう格闘技やめて全然練習しないと一気にこう格闘技から離れてる分一気に落ちるけどさ、ブワッカオはずっと続けてるから、そんなに落ち方がこう徐々に落ちていってると思うんだよね。この2人の戦い方、相性から言って本当にね、一番アンポが苦手なタイプだと思うよ、ブワッカーみたいな選手は。あ、アンポは、まあ、まあミドル蹴ってパンチで行きたいんだけど、まあ、きっとミドルキックとかもしっかりね、すねでカットしたりとか、蹴らせないと思うのよ。ローキックもやっぱりもうすねでカットしてくるから、そういう攻撃は多分当たんないと思うんだよね。で、まあそのパンチ、いかに、まあパンチで顔面当てられれば倒すことできるかもしれないけど、パンチでね、打ってったらね、ブワッカーは必ずこうやってこうやってくるから、こうやってきて膝、多分ライジンルールって一発膝蹴る OK なんだよ。掴み1回だけ、掴み1回 OK でしょ、はい、こう掴んで膝蹴る、とにかく前に出て掴んで膝蹴りに来るから、絶対にブワッカーを。やっぱ首相撲とか強い、うん、強い、めちゃくちゃ強いし、あとアンポのパンチは多分最初こうやってブロッキングで来るから、ブロッキングで打たすけど、だからこう打たしてきた時にこう掴み来るわけよ、うん、そうした時にアンポはどうすればいいかって、こう来た時にここから打つ、ちょっと、こう、まあ、俺がブワッカーアウトやった時とかはさ、こう掴みに来る、はい、こう掴んで膝に来るわけ。なるほど。だ、俺が昔やったのはもうここから打つか、はい、ここから打つか、あとは下打つか、はいはい、っていうことなんだよ。死ぬこと思ったそういう攻撃をアンプが出せるか。なるほど。こう来るから絶対こう来る。あとここが開くの。来て来て。掴み来た時に、やっぱここが開くから、はいはい、
もうね、タイ人の一番の弱点、このアッパーが入るわけ。アッパーとやっぱこのフックからの、このね、右腕ごとポコンっていっちゃう。これすごいですね。ビッグパンチとか、それが打てるか。でも一発でダメなの。これ連打。3発くらい打つ。ポンポンポンとか、こう、細かい連打で打っていかないと。で、来る時も下がりながらでも打つとか。距離を作るなら下がりながら打つとか。そういう攻撃ができれば、安保のペースになるけどね。そこをこう、ブワカワ選手もそれをやられるとそれ、いや、みんなそれやりたいんだけど、やらせないから。ほっとグッてくるから。なるほど。俺はできたけどね。うん、あとはその、前に出るプレッシャーに。前に出るタイプ、本当に苦手だから。ノイリもそうだったでしょ。俺、海辺で相撲やったじゃん。やってましたよ。やったじゃん。3回くらいやって、全部俺投げたじゃん。だから安保はパンチとかキックは強いけど、そういう体の力がそんなにないわけ、ね、で、今回初めての70キロでしょ。最後の試合は67キロ。70キロになったっていうのは、安保にとって67の時より力が出ると思って、減量幅が少ない分、安保もう身長も180、ね、あるしね、70キロでやった方が強いと思う、67より。ただまあ70キロでずっとやってるブワッカーの前に出るパワーは、今までやってきた選手よりまださらに上だけどね。前に出る圧力に対して安保がパンチをぐちゃぐちゃにされたら、もうブワッカーだし、それをかわして遠い距離からの攻撃が安保が当てることができれば安保だし。でも俺その絵が浮かばないんだよね。安保の得意な攻撃あるじゃん、二段蹴りとか遠い距離からのパンチとか、ああいうのを当てられる絵が俺には想像がつかないね。もうグラッと詰められて、ブワッカーをガチャガチャにしていく感じにされそうな気がするんだよね。もちろん落ちてるは落ちてるんだよ、昔と比べれば。落ちてはいるけど、40歳の老化のテクニックとさ、計算する頭は上がってるよね。嫌なことやってくるよ、絶対に。安保が一番嫌なこと。ブワカーオ選手がこう嫌なことをやってくるのに、まあ、安保選手がこうどう対応できるかっていうところになってくる。安保の自分の距離で戦えるかだよ。遠い距離から、安保はやっぱ長い距離の攻撃得意だからさ、ミドルキック、ハイキック、飛び膝蹴りとか二段蹴りとかさ、ああいう自分の距離で前に出てくるのをバックステップで足でかわしながら、自分の距離でポンポンと当てて、バックステップで遠い距離で当ててくる、そういう攻撃ができたら安保に勝機が生まれるけど、俺は潰されるような気がするんだよな。ということでね、このね、僕ライジン42有明アリーナね、初のライジン解説にですね、僕は行くのでね。おお、はい、まあ2人ともよく知ってる選手なんでね、まあ、僕よりいい解説できる人いませんよ、世界で。はい、解説しながらね、ちょっと僕もこの試合を楽しみたいなと思ってるんでね、皆さん注目してください。それではまた、さよなら。